音楽、ライブ、エンターテインメント産業の未来について。売上だけでいうと8割減ぐらいなんで、ガイドラインに沿ってやっていくと大規模コンサートはまだ全然できてない。さあやろうって言った時に医師会の方から中止要請っていうのはやっぱ一番厳しいですね、はい、マスコミの報道の仕方だと思いますよ。これは味方的とかじゃなくて、一部のファンのダメなところだけをオンエアするんですよ。これもうしょうがないですよ。これ止めようないですもん。そういう映像を流すとけしからん勢が熱意を持って見てくれるんで、再開に向けてのプランニングを僕はどんどんやっていきたいんで、実証実験も始めていく予定なんで、海外では当たり前にやってるじゃないですか。そういうのをやっていこうと思ってるんですよ。はい、堀井さん今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして土井さん久しぶりですね。はい、久しぶりです。よろしくお願いします。お願いします。今回のゲストはディスクガレージ代表で日本音楽主催者で構成されますコンサートプロモーターズ協会の会長でもあります中西武雄さんにお越しいただきました。どうも、うん、よろしくお願いいたします。今回コロナで特にダメージを負っていると言っても、まあ、過言ではないと思います。この音楽、ライブ、エンターテインメント産業の未来について本日はお話をしていきたいと思います。これまず率直にこれ中西さん、はい、これ伺いたいんですけども、業界と全体としてはですね、やはりかなり危機的な状況が続いていると言っていいんでしょうか。まあ危機というかもう本当に売上だけでいうと8割減ぐらいなんで、はい、一番最初のその不要不急っていう言葉からかなり不要不急のジャンルにされてしまったっていう、まあ印象的な問題も心象的な問題も含めてなかなかやりづらい状況もある中で、まあいろいろやり始めたんですけど、結局そのガイドラインに沿ってやっていくとそんな大規模コンサートはまだ全然できてないっていうのはその通りですね。まあ、少し前の話題にはなるんですけど、これ20年以上続きました、ロッキンジャパンフェス中止になった問題があるんですけれども、これ6月1日にですね開催日程を発表したんですけれども、7月の2日に、茨城県の医師会の方から中止要請がありまして、7月の7日に中止を発表したということで、中西さんの方もいろいろ表明とか出していたと思うんですが、ちょっとお話を伺えればなと思います。まあ、そうですね。だからなんて言えばいいんですかね、日本って、まあ、堀江さんも常に言われてると思うんですけど、ゼロリスクから考えて物事を始めていくときに、だから僕らってやっぱこうもう1年半も経ってるんですよ、コロナになって。だから何をやってダメで何をやっていいとかっていうのは分かった上で準備を進めて、さあやろうって言った時に医師会の方から中止要請っていうのはやっぱ一番厳しいですね。じゃあ医師会の中止要請を無視してやるかって言ったら、またこれ何言われるか分からないっていうことのいろんなことを含めて、中止なんかしたくないんですけど中止したっていうのがもう本音の本音だと思います。うん、実はその前にもアラバキロックフェスっていう仙台のフェスも医師会の要請によって中止っていうことになってて、そこがもう本当にこれ続いたらどうするんだって話で、うん、まあ、その後すぐ僕ら共同声明出したっていう、はい、なんか今回の共同声明とかアーティストさんも発信してると思うんですけど、いろいろそれはやっぱりこうライブ業界に大打撃があることを、まあ、アーティストさんが代表してこうやっぱり声上げなきゃってことは、ね、無理無理なの。アーティストさんは皆さん人気商売なんで。そうなんですよ。これね、もうね、例えば女性の方がそのゼロリスク進行が強いんですよね。で、女性ファンが多いじゃないですか。そのライブエンターテインメント見に来る人って女性の方が多いんですよね。で、女性が何々さん、私はあなたのこと好きだったのに、なんでそんなこと言うんですか。コロナで人が死んでもいいんですかみたいなこと言われたら、もうきついですよね。きついです。しかも割とこうなんていうのかな、こうセンシティブというか、こう感受性が豊かな方が多いんですよ。だからこそ素晴らしい歌が作れたりとかするわけだから、そういう人ってやっぱ難しいですよね。だからもうそれ、僕はもう そういう人たちの話を聞かなきゃいけないですよ。ある、まあ、アーティストは北海道行って、北海道がちょうど札幌が感染拡大した時に行ったら、まず来たことが許せないから始まる。じゃあもうどうにもなんないですよ、そのスタートがそこなんで。でもその人はそれでも来た人に対して自分の歌を届けたいと思ってても、来たことが許せないって言われたらもうそこで終わりなんですよ。だからこれ先に進めないなっていう。そう、もうだからそのファンの、まあ、一部の人たちかもしれないけど、来たことが許せないって言われたらうってなりません？もう完璧にその後そのアーティストは
どうしたらいいって言われて、いやもうどうしたらもうやっぱやることが難しいですよ、そうなると、うん、でね、それでまたガス抜きもできないわけだから、なんか僕がね結構好きかって言ってるじゃないですか。だからいや自分では言わないですけど、俺さん言ってくれてありがとうございますって言われますもん。もうこれからのフェスに関して言うと、完全にもうその主催者の人がどこまで心を強く持って開催に突き進むのかっていう、もうだから折れるかどうかっていう、ね、心強く持つのと、エビデンスなき要請を受けてるから、こっちはエビデンスで返していこうと思うんですよ、うん、実証実験も始めていく予定なんで、海外では当たり前にやってるじゃないですか。あれなんで日本でやっちゃいけないのっていうことで、そういうのをやっていこうと思ってるんですよ、うんうん、ただ日本はちょっとこれ外せないですけどね、なんかそれで盛り上がっていくためというか、まあ微妙なラインでやる開催とかを進める上で、どういう人たちを味方とか仲間にしていくとうまくいくのかなとか、この業界もっと頑張れるのかなって。いや業界それはもうないな。ない、うん、でも一つはマスコミの報道の仕方だと思いますよ。あこれは味方敵とかじゃなくって、あの理不尽な報道がやっぱ多いんですよ。あの5月にやったあのジャパンジャムも一部のファンのダメなところだけをオンエアするんですよ。99% ちゃんとしてても 1% ダメだったらダメっていう、そのダメだけを報道されるとやっぱりそうじゃんって言われちゃう。そこだけが報道されちゃってって、うん、ただマスコミは基本的には視聴率至上主義なんで、そういう映像を流すとけしからん勢が熱意を持って見てくれるんで最悪ですよ。だから、はあいやだからでもそれを狙われるんですよ。もうこれもうしょうがないですよ。これ止めようないですもん、違法行為じゃないから、うん、まあね、すごいよくできましたってことをオンエアしたったら誰も見てくれないですからね。そうでもそこは地道に何かを作っていけば、それこそ BPO みたいなものに対してこれはどう考えてもおかしいじゃないかと。本当にごくごく一部のマナーが悪い人たちのとこだけを取って、その意図的にねじ曲げようと、事実をねじ曲げようとしてるからおかしいよっていうふうな主張をしてもいいかもしれないです。ここにあの音楽フェス市場全体 の、 あの規模と動員のデータがあるんですけども、音楽フェスに限って言いますと、これだけ10年間右肩上がりで成長してきた市場だったんですが、なんと 98% 昨年はあの消失してしまったという、はい、本当にこんな結果で言ったんですか。壊滅ということですよね。しかも今年もまあまあきついっていう、再開に向けてのプランニングを僕はどんどんやっていきたいんで、そのワクチン接種の件もそうですし、それをまたあの差別だっていう人がいるんですけど、有事の際に差別なんか言ってること自体おかしくって、これは区別であって、はい、まず権利をもらっていくっていう人と、それをやっぱできないっていう人もいるわけだから、それは違う方法を考えるということで、ただワクチン接種を2回やったらいけるっていうことを言っただけでもうブワッとくるわけですよ。そうですよね、うん、じゃなくって、うん、じゃあどうしたらそれがいいんだって話し合いをしていかなきゃいけないと思うんですよ、うんうん、これ具体的にどういうプロセスで今進めようとされてるんですか。ワクチンパスポートみたいな議論があるんですか。これが、ちょっと今のデルタ株で、はい、エビデンスがちょっと不足してるんですよ、ね、またですね、いわゆる、そうそう、そのエビデンスが取れてから初めて、じゃあ2回うちの人はいけるっていう。いやそれは僕らが決められることじゃないんですけ ど、うん、僕らは少なくともそういうふうな方向性で、はい、例えばフランスとかアメリカとかイギリスとかみたいな形をやっていかないと経済が動かない、うん、で経済っていうのは僕らが動くだけじゃなくて、例えば今僕本当に飲食店はワクチン2回接種した人はフリーで入っていいと思うんですよ、うんうん、タブー的な話なのかもしれないけど、ちょっと僕が言いたいことを言います。提供する人の側が複合的にエンターテインメントを考えるっていう考え方がなかったんですよ。音楽のライブに来たんだから音楽だけを聴いとけみたいな、これもなんかまたタブーなんだけど、フェスがなんで受けてたかって、ベストアルバムのコンピレーションなんですよね。あれライブのベスト版ですよ。そうライブのベスト版なんですよ、たまに空気読めねえやつが、うん、新曲ばっかりやるやつとか聞いて新曲こんないらないっていう自分の生きがいを、お前ら不要不急だからいらねえよ来るなよって言われることほど辛いことはないですよ。